打つんすか、ワクチン。ワクチン、ワクチンチン打つんすか、ワクチンチン。ワクチン打つよ。ワクチンチン。ワクチンチン。ワクチン。ワクチンチン。ワクチンチン。あれ。テンション低いです。この人。なんでそんなテンション低いの。寝てないんだろ昨日。山行くっつてんのなんで寝ねえんだよ。寝れなかった。言っとんなよ。山登り前に一回トレーニングしないとな。何やってんだよこいつ。セブンイレブンで。気持ち悪いだけですけど動きが。すごい美味しそうに食べてますね。迫ってきました。あー、グッズにやばい。これはこの先 U ターンできません。駐車場ない。いいでしょ、これみんな並んでるし。お、すごい、うん、来ましたね。こんにちは、御嶽さん。御嶽さん、滝本駅。滝本駅ロープウェイですね。はい、今日はこれから登山家の、お、落合陽一パイセンです。なんとあの落合陽一さんじゃない、もう一人の落合ゼロじゃありませんで、見てください、この温度差。まあ登山家でプロなんで、ちょっと案内していただこうかな。で、御嶽さんというまず初心者の用のね、うん、山から行こうかなという感じです。ノリノリですね今日は。そりゃそうですよ、自然に触れれるわけですから、うん、じゃあ行きましょう。はい、行きましょう。今日はよろしくお願いしますということでですね、さっきのロープウェイは普通に楽して登るやつで、やっぱ俺たちは自分たちの、あ、危ない自分たちの足で登ろうよってことで、うん、歩いて登ります。これからそうですね、はい、ルートは分かるんですか。ルート分かりません、全く多分ね、小学生ぐらいの時に登ったことあるんだけど、多分それはこのロープウェイを使って登ったんじゃないかな、うん、全然覚えてないんだよね。俺も記憶、あ、でもなんかなんとなくこの雰囲気はね、そうそう、ここはね、これは雰囲気は覚えてんだ俺も。まあ、ということで、ね、もう歩いていって、まあ、そうだね、我らの足で一歩一歩、うん、そうだね、進んでいきましょう。まあ、これが登山ルートなのかどうかも定かではないけどそうなのよ、ただの神社かもしれない陽一パイセン、これどうなんですか。ちょっと今、ルート調べてんじゃないですか。調べてますよ。あ、調べてますか。え、インスタ、インスタに投稿してるじゃあ行きましょう。レッツゴー、ゴーゴー。木がすごいなこれ。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。まあ、狭いですけど。よかったら。あ、実家ですかこれ。え、まあ一応そうなんですよ。今ちょっとみんないないみたいなんですけど。あ、よかったら寝てきます。あ、本当ですか。はい、ちょっと汗かいたんでシャワー浴びたいんですけど。あ、シャワーはね、下行ったら川が。お、バイクが来ましたね。すごい、戻る。お、なんですかそういう感じ、はい、あら、ハーパンにするよ、暑いから。お、セクシーセクシー生着替え。タオル投入、タオル投入、タオル投入、タオル投入。なんなんこれ、この山の中で。あれ、ちょっと腹出てない？いっぱい食ったからね、飯。すごいね、これ。何だよ。自分何年だった？なんかもう、ここまで来るとパワースポットになるよね。触ったら。本当そうだよ。ね。
晴らしい。こう目を閉じてちょっと上で瞑想しましょう、みんなで。する ?5 分ぐらい、5分10分ね。マジやりたい。その間一服してるわ俺。長い心をまずせっかく来たんだから一服してるわっつって、お前ら瞑想してる間俺一服してるわっつって一発一発出てくるわ心洗わんかい、はい、すいません、何しに来たんじゃ、すいません疲れました。いや疲れたね。結構だいぶ早い段階で登り始めすぐ疲れてましたよね。いやまあ言うてもさ、はい、登山なんてさ、はい、今年から始めたからねあれ今日言うても何回目ですか今日登山は。2回目。あれあのプロプロ、あ、なんちゃってなんちゃってエセプロよ、エセプロあ、そういうことなんですね。そう、なんでも形からだから。あ、そうですね、もう完璧ですもんね。そうそうそう、格好一流だよね。格好一流だけどもう山はね、あのリフト乗って上がるのがそれでスノーボードして滑って帰ってるからね。あ、そうですね一番、胃の一番にこう息上がってたからあれと思って、すごい今回進めてきたのは幼児パイセンなんですよね。そう、やっぱ自然に触れようかなと思ったら、いやまだ2回目だから。で、最初に提案した山が歩行時間が7時間って書いてあって、ここ御岳山は多分 2,3 時間ぐらいですよね。2時間ぐらい、2時間ぐらいやばかったんじゃないですか、あの7時間の方行ってたら。いやもうみんな一つの輪になってね行けばもう登れるんじゃないかなって俺は思ったんだけど、また次回に挑戦したいと思います。ありがとうございます。頑張りましょう、あと少し頑張るぞ、はい暑い。どうですか。いやーマジケーブルカーだこれやっぱね、そもそも、はい、暑いよねこのやっぱ金だよ金登山家の落合陽一さんですよね。じゃあ最初に登山しようとしたのよ、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 パイセンだからね。いや、やっぱ。かなり、だいぶ疲れる。いや、まあ、そのなんか腕時計とか、その気圧を測る。あとその登山用、全部俺の。俺の気圧はだだ下がりだよ。頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっとタクシー呼んでます。口数が近づかここは練馬区か、うん、練馬区か、ここは御嶽神社に到着。俺味わいたいんだよな。はい、あ、なんですか？これさ、はい、坂道とさ、はい、階段ばっかなさ。山だからしょうがないんじゃないですか。いやもうちょっとちゃんとした山がいいね、ちゃんとした方は。あ、なるほど。マジ切れしてんじゃないですか。ぐじり、ぐじりします、ぐじり。何お願いしたんですか。秘密です。家族の幸せと我々の成功です、はい、それ以外ありません。はい、かっこいいというこの横でタバコを吸おうとしている不届き者たち、喫煙行
メスだそうです。山っぽくなってきたね、ようやく、ね、山道だね。うん、なんか土だとやっぱり山っぽいよね。なってきた、なってきた。気をつけてよ。うん、まあこれが登山ですよね。さっきのコンクリっすからね全部舗装されてたからね。なんだったら車通すだし、ね、そう、あの車の音と工事音が山に来て聞きたくない音だったねそう、大和運輸とか来てたから、ちゃんとそう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 山では聞きたくないね、せっかく、うん、マイナスイオンを吸いに、マイナスイオン、うん、吸いに来てんのにさ。ウグイスとかいいよね、ちょうど最高だよ。気をつけてよ。うん、すごいでしょ、このカメラマンの技術。素晴らしい。ヨウイチパイセンも元気が出てきましたね、山道になって。やっぱ山道じゃないとさやっぱ登ってる感が、一緒に登ってる感がさっきは今下ってますけど下りだから元気出しただけ。下りの方がね、辛いんだよ。下りの方がそれは筋肉ですよね。発散は上りの方が発散ですから。そう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 ね、筋肉に負担なのは下りですけど、なんか体力を使うのは上りです。まあ、さっきは陽一パイセンがもう階段と坂道しかねえって愚痴ってたけどいやね、結局はそういうことよ。こういう自然の道歩かないとさ。ああいいっすね、始まんないよ、うん、来た意味がないっすよね。そうそうそう、大和運輸が走ってるような道はさあきまへんで間違いない。あれで終わってたらもう最悪だよね。山道のよく下りの方がきついって言うじゃないですか。ああ、はいはいはい。あれは、うん、下ってる方がでも体力的には楽なわけよ、うん、要はスクワットと同じで、スクワットって重たいもの持って上げる時の方がきついじゃないですか。でも筋肉が壊れるのってグッと下ろしてる時なんですよ。下ろしてる時って踏ん張って伸縮してるのに膝が曲がることによって。お、なんだこれ、すごいかっこいい。え、これ、これなの。え、あ、これ天狗岩。あ、ただ登るだけ、これ登るだけなんだ。あ、なんか書いて天狗岩で、こっちに来た滝か。あ、はい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 。でもこれちょっと登ってみたい気持ちはあります。こっちが6ガーデン。え、こっちが6ガーデン。あ、6ガーデン、うん、これ登るとどうなんですか。わかんない、ちょっと調べてくるってみてこれガイドじゃないんですいません、すごいやる気ない。いきなりめっちゃやる気ないですよ、疲れ切っちゃった。知らないとか言い出したからね。ググってみて、しかもググることをグルってみてって言うんですよ。グルってググってですから、ね、毎回思ってますけど。日本語難しいね。まあ新しい日本語ですからね。そうそうそうね、うん、やっぱ俺みたいな明治生まれだね。明治生まれってあ、ロックがね、こっちか。すごい岩だね。登るじゃん。これ登って下に行ったところに何かあるんですかね。まあいいや、行きますか。一回ロックガーデン行ってまた戻ってくるんだ。そうですね。はい、じゃあ前進みましょう。進みましょう。ロンペンしてこの方で。川に着きましたよ、川に。いや、水きれいですね。素晴らしいね。ね、これがまさかロックガーデンじゃないですよね。あれ？あれ？あ、それ以上隠れてるから。何してるんですか？いや、綺麗だなと思って。あ、そうですか。うん、なんか仁王立ちで一本動かないですね、今。まあ、これ今ちょっと圧倒されちゃってますね。景色に、うん、ああ圧倒されてブルッと来ちゃった。ブルッとブルッと来ちゃいました。なんですかその上限運動は。いや、こうなんか自然の力を感じてエネルギーを。いやー、よかったっす。
これは目印だな。誰か遭難したな。さっきもここを通ったぞ。っていうことのないような目印のはずだ。誰かいるな。おーい、大丈夫か？いるのか？大変だ。誰かここで遭難してるぞ。救出しなければ。笑ってますよ。バカだなと思ってたら絶対ね。苦笑いし。僕の滝だったらごめんね。今滝を見に。おお。7台の滝？足元気をつけて。うん。おお。髪いばいてないから気持ち悪いな、なんかその動きが。きついぞ、これは登るの。帰ろ、帰ろ。見てくれ、すごいね、階段が。これ半端ないよ、この急斜面。やばい。転げ落ちるよ。まあ、早いね、そっちの方が。命の保証は出ない。ない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 。これ登るのめっちゃきついよ、帰り。まあでもね、滝で映えを取るためにはね。まあそうだね、我々には必要です。これぐらいの苦難は必要ですよ。もうすごいな、これは。すごい。すごいな、これは。お、滝の音が。パッと落ちてくの。すごいよ。帰り、疲れたらいいよ。帰り、エレベーターっすよ。エレベーター。500円払ってでもエレベーター乗りたいわ。あ、乗る払う。1000円まで払う。昔の人はね、こういうところをこういう道さえもなく多分登ったり降りたりしてたと思うんで。まあそうだね、うん、あれ人いんの下。やっぱりその足腰の強さを感じますよね。俺たちがそのね、スクワットをやろうと重りしょってやろうと違う筋力だよね、こういうのはね。そうだね。おお、すごい。お、なんか滝の上なのかな、ここは。さあ、滝に着きました。七色の滝、じゃーん。すごい。おお、いいね。あ、いいね。素晴らしい。これは綺麗だ。まあ、なんかこういうとこ入ったら気持ちよさそうだね、夏だったら。多分ね。いやー、素晴らしい滝です。なぜかブルーシートが置いてありますが。なんかサンダルもあるよ。
さあ、ターミーが泳ぐようです。誰も止めませんよ。滝行の練習、滝行の練習、誰も止めませんよ。いや、ここは無理だよ、俺行けないよ、こんなとこ。怖い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 、あー怖い怖いよ。よく行けましたね。ああ鍛えてんじゃねえよ、そんなとこで。あれ？折れてんじゃないかよ。やばいよ。すごいね。険しいな、道が。結構足に来てますね。しんどいっす。確かに。でもここに来て、あの陽一パイセンがやっぱり登山家のあの本領発揮してってますね。ですね。だって俺も登ってきたからね、今。結構大変ですよ、これ。いや、獣道です。日頃のトレーニング不足だね、これは。間違いない。毎日階段を登ったり降りたりしてんだけどな、俺。重たいもん持ってね。ああどういうことだ。大丈夫よ。きついね。きついね。なんかやっとまともな道に出てきてない。これ、ね、だいぶきついね。だいぶきつかった今の。カメラ回しながらよく歩けるね。大臣さんのカメラワークはもうやばいからね。この走ってる人よりカメラ回してる人が一番すごいってよく言われるから。あれと一緒ですね。ウサインボルトの隣に走ってるカメラマンみたいな。やっと普通の道になってきたけど、またなんか急だな。あ、もうだいぶきつかったね。さっきの多分あの超急な階段を戻った方が楽だったね。本当そうっすよね。いや、これすごいよ、また。いや、よし頑張るぜ。自然の力じゃ。はあ、はあ、はあ、っていうぐらい急です。はい、ちょっとこう下から撮ったらもっと急に見えると思う。こういう感じで。あっ、ファイトー。見えた、急に。どうだろう。分かりにくいけど、すごい景色がいい。おお、どう、分かる。それあんま伝わんねえな。鳥居が邪魔だね。曇ってるし、曇ってるし、あ、そうだね。多分それがこう切りなかったらすごい多分抜けると思うんだけど。ああ、まあ伝わらないな。伝説用だな。はい、はい、じゃあ戻りましょう。はい、じゃあコインで決めます。ケーブルで降りるか普通に下山するか。歩いてね。そう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 、結局多分このまま行くともうあっちまで行ったらケーブルを使いざるを得ないぐらいの多分遠さなんだよ。で、それかもうここから降りていけば普通に来た道を下山する感じ。多分30分ぐらいですか。30分ぐらい、うん、じゃあ100円で決めたいと思います。じゃあこの100の方が出たらどっちがいいですか。もう決めてください。じゃあ100が出たら下山しましょう。 OK、はい、で、この聞くなんつうのこれ、まあ表だよね、要はそっちは。こっちが、じゃあこっちが出たらケーブルで行きましょう。うん、はい、はい、行きます。じゃあいいですか。なくすなよ、それが怖いよね。どうぞ。はい、ダラダーン、あー、ルキー。じゃあ歩いて帰りましょう。よし、いや俺の望んだ結果になったわ。
ね、望んでんだったら歩いて帰りたいって言えばいいのに。いやでもほらね、タイジンさんがもう一刻も早く腹減ったって言うから。いやもうそうだね、腹は減ったかなり、うん、いやまた歩いて帰りましょう、はい、さあもうあと少しですね。あともう3キロぐらいだよ。いきなりステーキ、いきなりステーキの店。肉が食いてもう相当下半身トレーニングしたからだね。よう肉だよ俺らは。そうじゃん、半年後、うん、ますよね。何回目それ。やめてマジで。緊張して出なくなるから。そうつけよ。難航してますね。今日疲れちゃったよ俺。行っちゃってる。疲れちゃったよ。大丈夫ですかプロ。落合プロは。落合プロね、はい、コンクリート苦手なのよ。ああなるほど。確かに山道の方が生き生きしてたもんね。そうだよね。これさ人工物嫌いなのよ。なるほど。きついですね。これね往復ケーブルありだね。で山頂着いて、はい、歩いていろいろ回って、はい、ケーブル乗って帰ってきて。あなるほど。でもねこれちょっと急すぎだねこれね。あれプロ登山家の方じゃなかったでしたっけ。プロはプロなんだけど、はい、まあ、強いて言うならあのこう舗装されてる方がね投資料だから。あなるほど。でも何回目でしたっけ今日。2回目。2回目のプロ聞いたことないですね。いやまあ結構なんか自称だから。あなるほど。そう本当でも、あ、名の友達。なるほど。なるほど。ああ超安だ。この旅で割れました腹筋が。うん、この4時間のウォーキングでマジ遠い。4時間半。いや足がもうだいぶ疲れましたね。この急さね、ちょっとか、うん、カメラ越しに伝わんないと思うけど。伝わんないねこれは。いやーマジやっと帰ってきたケーブルです。はい、ここまで来ました。ということでね、まあどうでした。お落合プロ、まあゴイゴイするってことだね。ということでまた来ますか。次回はこれで行きも帰りもこれかな。まず次回はちょっと違う山、違う山かな、うん、ちょっとね坂がここへちょっときつかったっすね。きつかったっすね。ゴイゴイスだから。ゴイゴイス。ステーキ食って帰りましょう。帰りましょう。風呂入って、うん、じゃあ今日はエスコートしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。